投入してくれ。バッテリーを消した。セクターキル。UAV はエネルギーを持たせ。はい、どうも、残念ダルクです。というわけで、今回は、コールオブデューティーブラックオプス4、早速実況プレイやっていくんですけども、今回紹介していく武器は、前回、前々回ぐらいに紹介したこちら、タクティカルライフルの S6 スティングレイのモッド。インパクトブラスト。こちらなんですが、かなり強くて、一応まあ説明文の方が、フレシェット弾が敵に当たると爆発するっていった形の説明で、まあ皆さんのイメージ、まあ着弾爆破で、まあグレポンみたいな形かなと、想像してる方がいると思いますが、まあそんな感じではなく、単純にエフェクトが爆発なだけで、爆破ダメージがほぼないです。多分まあ背景に動画流れてると思いますが、ほぼ爆発の半径がなく、まあ皆さんの思ってる、まあ適当に言ったら当たる感じではないと。で、ちょっとまあこちらの武器のメリットから話すと、結構早とちりして、やばいぶっ壊れだみたいな、このゲーム終わりだってね、コメントがちょっと溢れ返っちゃうんで、先にあえてね、デメリットから、まあ弱点の方を話していきますと、まずこの武器の特性で、弾速がめっちゃ遅いです。もうぜひ拾って使ってほしいんですが、エイムぴったりな人ほど当たらないといった武器ですので、まあカニ歩きしっかり横移動してる敵に当てるのが結構コツがいるのかなと。で、そして壁貫通ができない武器となっておりまして、まあ板裏の頭出しだとかを抜くときに、MG つけて貫通狙うっていうことができないので、まあそういったところ、アサルトライフル、タクティカルライフルとの交戦距離としては厳しいのかなと。あと定点がそこそこ弱くて、一応ヘッショ判定はあるんで、まあ当たれば確かにヘッショワントリガーですが、まあ先ほども言った通り、壁貫通がないので、ちょっとでもまあエイムがね下向いて一発でも当たらなければ全くダメージ判定がないと。で、ダメージ判定がないと敵さんがね、タフネス状態のほぼ被弾なしでブレのないバッチリエイムで撃たれますので、普通にまあ定点 vs 定点はいくら先打ちしても当たらなかったらね、バッチリエイムで速度消されるんで、そういったところをまあ定点に関してはこの武器慣れてないと厳しいかなと。ただまあ慣れてくると、まあ2トリガー3トリガーぐらいでね、あのヘッショ狙ってまあ理不尽キル持っていけますので、そういったところはまあ慣れ次第ですよね。これが一番でかい、まあデメリットというか、まあ弱点なんですけども、フラッグジャケットを着られるとほぼ普通の S6 スティングレイの状態になりまして、ワントリガーキルができないです。先打ちしてバッチリエイムで2発当てても近距離ランパに打ち負けるので、そういったところまあ AR のランパだとか KN、 そして SMG 系ですね、まあ近距離安定系の武器に対してはおそらくまあジャケつけられると勝てないので、まあそういったところまあ一応対策があると。だからまあガチで最強の近距離も遠距離もペンターバーストソードフィッシュのクイドロサプレッサーに狩られるっていうことはないですね。で、最後にまあどの武器にも当てはまりますが、こちらのアタッチメントがモッドなので、まあ3枠消費します。結構初心者の方がね、あのモッドつけるのに対して2枠って考えてる方もいますが、こちら3枠消費するんで普通にまあつけるのが高コストですね。ではここからが、こちらの武器のメリットなんですけども、ジャケつけてない敵に対してなら、現状最強火力でもうめちゃめちゃ早く瞬時させられます。もちろんソードフィッシュのペンターバーストも強いですが、こちらの場合2点バーストなんで、もうイメージペンターバーストの火力が2点のねリレーで行えるってイメージですので、確かに扱いにくいんだけども、当てきれば1体3体捌くのは現状この武器が、SR の次ぐらいに早いんじゃないかなと。で、まあこれもね直結したメリットなんですが、アタッチメントが豊富で、クイドログリップ、ラピッドファイア、ストック、ロングバレル、レーザーサイト、ハイブリッドマグといったアサルトライフル、タクティカルライフル、 SMG で欲しいのがほぼ、アタッチメントでありますので、まあ、かなり戦略というか個人のまあプレイスキルで変化を持たすことができます。まあ、もちろんクイドロ2だとか、グリップ2といったその特化したアタッチメントはないんですけども、代わりにこの火力があるんで、これを補える分だけのアタッチメントがあれば個人的には満足かなと。っていう形で、まあ今紹介できるのはこんな形なんですけども、皆さんいかがでしょうか。今回まあ雑談形式になるって思って、まあ背景動画も用意したんですが、普通にこの背景流れてプレイえぐくないですか。またね、もうトリーアクちゃんがやらかしたということで、ちょっとまあさすがに今回ね、私も愚痴りながらまあ実況やっていこうかなと思いますので、まあもしよろしければ皆さんね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速公開マッチやっていきましょう。では早速モロッコのキルコンファームドをやっていきたいと思います。使っていくカスタムはストック、ラピエフ、ロングバレルですね。まあロンバレないとこういう形でちょっと弾速計算しないといけないんで、よいしょと。まあできるだけね、普通のアサルトだとか TR みたいな形で使えるようにやっていこうかなということで、やっぱエグいっすね。このエグさ、マジモンのエグさですからね。暗い。いや、さすがにちょっと無理か。本当にまあこの武器に求められるのが、その弾速含めたエイム力と、あと立ち回りですね。弾数がやっぱり、ちょっとまあ足りない時があるかな。いくらまあ強いからといっても、まあ普通に何回も連戦してたら弾切れ起こすんで、そういったところちょっとまあ26発的な意味で考えると厳しいところがあるんで、よいしょ、ダブルキル。まあそういったところ、その弾数管理というか、そ
それを含めた立ち回りが求められるんじゃないかなと。熱い、体力2しかない。一回ちょっと下がろう。よいしょ。ちょっとタグ取れねえな、あそこ。裏からは来てなさそうだね。体力、回復、プリーズ。よし、オッケー、回復入れて、見ていく。味方が先行してくれてるんで、後ろから、ハイヨル混沌。ナイス。リス変わったかな、これ。まだ向こうから湧いてると見て、顔出せ。センターの方にいるね。顔出せ。そこです。おら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 。もうこういう形で、あの、火力パワーなんで。とりあえず、まあまあ、撃っとけば勝てるでしょう、みたいな。そんな感じの武器なんですよね。そう。で、爆発起きてるんで、皆さんからしたら当たり判定上がってんじゃねって思うかもしれませんが、そんなことはないんで。そこはまあ、エフェクト効果のおかげですね。当たってるんじゃないっていうね。勘違いしちゃうよね。待って、やばそう。そこです。オッケー。強い。で、あと上いるんで、しっかりと撃っていきましょう。いや、強いですね。やっぱ、ロンバルあるともう見違えるレベル。よいしょと。で、やっぱこの武器使ってって思ったのは、マジで火力なんで、なんかブルーアイズファイトドラゴンを私思い出しましたね。さあ、ライトニングストライクを、ここいらあたり置いといて、後ろ来るね。ほっ、ナイスダブルキル。さあさあ、金武士もバチコリと守っていって、ダート拾っていきましょう。イエブンオンライン。そう、なので、粉砕、玉砕、大喝采をね、ちょっと思い出したんで、本当にこの武器を使うたんびに、その、粉砕、玉砕、大喝采が頭の中に出てくると、あれどこ行ったあいつ。ほっ体育なんかしてんちゃうぞお前。よーし、さあさあ、とりあえずディスガイさせていただいて、これはちょっとやりすぎてんな。意外とまあ劣勢とかでも強かったりとかするんですよ。よいしょ。そう、開幕の状態とか、あー行く。そう、開幕の状態とか見てもらったら分かる通り、結構まあ混戦地帯でも活躍できる火力なので、そういったところ本当に誰でも、エイムさえ良かったらキルができるというとんでもない武器ですね。そこです。はい、ダブルキル。はい、クワッドフィード。そこです。オッケー、クワッドフィードいただきました。ありがとうございます。そしてこれでなんぼだ、メガキルぐらいかな。フレンジーキルだね。いや、ほんまにえぐいよね。運営は何を思ってこれを追加したのか私にはわからない。本当に、あ、殺されたな。さあ、UAV しっかりと確保して、あー、なんかまあこれも一応対策あるにしても、結局のところね、チジスだとかキルコンでジャケつけないじゃないですか。ジャケつけるぐらいだったら多分タクマスつけるわとかエンジニアつけるわって方多いと思うんですけど、よいしょ。ジャケ強制するような武器だからやばいんだよな。さあさあ、残りあと少しで終わり。真下いるけども無視して、当たんないか。ほっ、こんにちは。2人目、オッケー、ナイス、腰打ちで、ブーストで176体力あるんで、バチコイとディスがあり。そこです。当たんないか。よいしょ。敵さんいますか。1枚抜いてからの、囲まれちゃってるんで、よいしょ。いやー、さすがに上から来られたか。さあ、ライトニングストライク落としていきましょう。ライトニングストライクオンラインからの、金武士もポンと炊いといて、よいしょ、EV 出していきましょう。多分もう終わりなんで、金武士はあれは放置でいいかなと思ったんだけど、ラストカモが来てくれたね。いるね。そこです。ナイス。さあ、しっかりとタグ取って、いるね、奥。まあ、こういう定点が、あ、普通に強かったわ。普通に当たり判定良かったね。まあ、なんか、どうやるのもちょっと恥ずかしいぐらいの武器ですね。では、2試合目、チームデスマッチやっていきましょう。敵さん、こういう形でプレステージマスター3人ぐらいいますが、もうそんなの関係なく、よいしょ、バチバチと、バチバチと、あ、待って、そこいるか？顔出せ。いた。いやー、ソードフィッシュ！いやー、一発のダメージっていうか、2発当て切ったらな。やっぱ弾速あるんで、2発当て切るっていうのが、やっぱ、ロングになればロングになるほど、ちょっと難しいんですよね。そう。だから、いかにこう、落ち着いて2発当て切るかっていうのが、この武器の、まあ、難しいところでもあり、楽しいところなのかなと。だから、まあ、一概に、まあ、ああいう形で、ペンターバースト、5点バースト適当に打っとけば殺せる、みたいな、あんなことはないんで、まあ、そういったところ、まあ、定点に関しては、ソードフィッシュの方が、まあ、分があるかなっていう。ただ、やっぱり、普通の打ち合いは、群を抜いて強いよね。ほら、こういう形で、後出しじゃんけんでも勝てるから。あー、こういう定点ちょっと苦手。待ってよ。一回リロード入れてから、いや、やってへんのかい。いや、やっとかろうじて一発当たったけど、ああいう形で手前の柵に当たることが多々あるんで、そう、それがやっぱ辛いよね。いや、待って、まだこっちで湧いてんな。一枚抜く。で、一回抜いてから、UV オンライン。おるね。味方挟んでくれ、それ。まあ、一人でやっちゃったわ。怒った。おい、抜けるんかい、これ。やば。さあ、その頭出しも、抜けないんです。これはちょっとクソイムなんですけど、難しいね、やっぱり。いたふりして、戻って、ソードフィッシュ狩る。オッケー。待って、まだいんのか。いや、勝てるんかい、これ。いやー、体力200ブーストとか関係ねえな。待って、それはやばい。勝てるんかーい。でも、勝てるんかいっていう場面多すぎて、もう。あ、そっかってなっちゃうよね。プレステージマスター相手のソードフィッシュでこれですよ。
ね、ほら、こういう形でソードフィッシュペンターバーストとか持ってきてますけども、関係ない。唯一ソードフィッシュと対抗できる武器。ソードフィッシュ荒れてるから、こういう風に対策してるんだ。へーっていう。もう、プレステージマスターしか残ってないっていうね、敵。やっぱプレステージマスターさんはやっぱレベルが高い分だけあって、あれですよね。残ってくれますよね。よいしょ。謎のこう、サブアカに限って途中抜け多いんですけど。よいしょ。プレステージマスターさんはさすが。あ、なんだかんだ言ってプレマスも抜けましたね。もう途中抜けするわな、こんな。あ、使われた。それは切れるわ。それはもうだってソードフィッシュ以外のものに駆られてそれが新武器だったら切れるわな。はい、ということで無事6000スコアいきました。本当にトレイアークは何考えてんのって感じの武器が追加されました。正直まあこれに関しては何も擁護できないんで、まあ皆さんのちょっと思ったところね、コメントしていただけたらなと思います。はい、ということでこれからもねコールオブデューティの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。